はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あるです。トゥームレイダー3を喋りながらプレイ。今回が、あ、しまった。これ何回だ？ 76 回かな？その辺です。はい、よろしくお願い。お、飛び乗れた。いいですね。何を冒頭から、何を喜んでるんだか。じゃあやっていきましょう。コメントね、早速ありがとうございますと。まずこの、なんだろう、この、ステージを進めるにあたってのコメントは、飛び乗れますと。飛び乗れるから、もっと近づいてジャンプしてみろということが、ありました。ありがとうございます。すいませんね、本当に下手くそなんですよ、ある。じゃあもっと近づいてやれって言うんで、じゃあこの辺でいいですか。いけ、乗れましたね、本当に。あ、また当たっちゃった。もうダメなんだな、もう。はい、乗れました。はい、すいませんでした。ありがとうございます。申し訳ありません。謝罪だ、謝罪だ。安い謝罪をしていくぜ、俺も。じゃあ、ここでまた。これはウージーの弾だね。うん。これ100発ぐらいになった？ 96 発か。まあ、連射は、取り出しとか連射は早いんで、こっちをね、使っていきましょう。これだけかい？よいしょ。よし。じゃあ、次だ。ここかな？ちょっと、微調整が難しいな。これでいいか？飛べって。飛んでよ。この辺でいいかな。あれ？これ右にしか飛べないってことないよね。そんな、そういう感じじゃないでしょ？ほい。あ、なんか俺さ、押しっぱなしだからいけないのかな。飛んでる時に丸ボタン押しっぱなしだとさ、反転しちゃって跳ね返るぜ。これはもっと隣接しないといけないってことか。別にいや、いいんだけどさ、ちょっとシビアじゃないか。ちょっとバカしい。こんなもんか。よっ。ああ、難しいな、ちょっと。よいしょ。じゃあ、ショットガンの弾も、うんと。よいしょ。いや、難しいですよ。R にとってはね、こういうゲームでのこういう微調整はね、とても、やれたもんじゃない。ヌルゲーマーですね。おっと。よし、じゃあもうちょっと進んでいこうか。他のコメントはですね、R はお姉ですかと、お姉系なんですかと、違いますからね。R は普通の男ですから、はい。よろしくお願いします。期待に沿えなくて申し訳ないけど、まあ、口調はね、そういうところも混じってるのかもしれないけどさ、別にその嫌とかそういうのじゃないんですけどね。男らしいとか、よいしょ、オッケー、めめしいとか、あんまりそういうのを言われるのは好きじゃないんですよね。好きじゃないっていうか、そんなの人それぞれじゃないですかと。男とか、あ、敵がいる。男とか女とか、ね、あんまりそういうのは関係ない世の中じゃないですか。時代がね。昔はもっとさ、ね、昔、もっと違かったと思うけど、今ようやく、なんかいろんなものが飛んできそう。ようやくなんか、男でも女でもそんな関係ないみたいな流れが来てるっていうのに、この時代になってもまだそういうことを言うような人はあんまり好きじゃないですね。だいたい女々しいのがダメとか言ってる女の人に限って、自分は
おしとやかなんですかと、そういう。いや、まずとりあえず先に方を行こうか。そんなにたくましい男に釣り合うほど、あんた方は女性らしいおしとやかな方なんですかって言いたいですよね。自分でもう本当に首絞めてるようなもんだよね、そういうこと言う人は。よし。敵、大丈夫か？登れるわけではないんだね。で、言っちゃなんだけど、まあ、R は、れ？ちょっと、あれ？待てよ、クリアしちゃったんだけど、なんだよ。マジか。あれ？生物学者だった彼は自分の体に興味を持った。あの秘宝のおかげで彼の遺伝子は増殖したの。その結果、我々の理解をはるかに超えた複雑なものに変化した。だがここで見たのは可能性の一端に過ぎない。彼がああなったのは隕石のクレーターに染み込んだ物質の影響だ。クレーターの中心にはもっとすごい力が。このバッグに入っている秘宝こそが謎を解く鍵だ。あなたの手に負えるの？これは単なる突然変異の話じゃないぞ。その秘宝には進化を早める力がある。ここは文字通り生きた研究所なんだ。だからって人をモルモットにするわけ？冗談じゃないわ。そうか、それは残念だ。これまではタイミングが悪かった。今はまさに最高のタイミングだ。ポリネシア人、あの船員たちも秘宝の力を知らずに逃げた。皮肉だが進化論のダーウィンもこのことを見逃していた。だが私は今ここで知識もあれば秘宝も持っている。インドで私と偶然出会い、残りの秘宝を探させここに届けさせた。確かに最高のタイミングよ。でも私に頼んだのがあんたの運の尽きね。それはどうか。もう、ララさん、もうちゃんとしてください。南極大陸、はい、クリアしました。ありがとうございます。行けなくてもよかったのかな、あれは。じゃあ、降りようと思ったら、俺は、死んでたってことでいいんですかね。もう、サバゲーの距離での、銃弾を外すっていう敵もそうだし、もう、ダメね、みんな。で、今度は南極大陸2ですか？あ、止まってるわ。ここは RX テック社。ああ、発掘場。オープニングでなんかあったと、おお、オープニングであったところかな？ここどこ？何？どうすればいいの？登んの？嘘。え？あ、こっちか。気をつけろ。まあ、ウージーで最初行きましょうか。ウージーさ、MP に比べるとやっぱりよっぽど攻撃力低いよね。42発。なんだ？門前払いを食らってしまったか？またどっかで。まあいい。くっ、怖い。招かれてる。
う怖い怖いう怖いうわこの作り嫌な場所を思い出すな。自動ドアやめてくれませんかね。あー怖い。うるさい。うー怖いな。怖いときは突っ込んだ方がいい。おお。あ。おお。おお。あのさ、俺ぐるぐる回ってないですかこれ。ねえ。俺これぐるぐる回ってるでしょ、確実に。おい、遊ばれとるで。どういうことっすか、これ。ん？あれ？ちょっと、待って、どういうことこれ。あ！これ逆からなんか回るといいことがあるかな。いいことない？あ、でもここはここか。あれ？あ、じゃあここじゃないのかな。ん？あ、ちょっと待って、ここ別の道じゃない？あ、そうだよね。あ、じゃあ一応こっちでよかったんですか。ん？あ、ちょっとよくわかんないなこれ。またちょっとこれヤバい系じゃないですか。ちょっとやめてくださいよ、苦手なんですよ。あれ？なんだここ。よっ、テリー来い。大丈夫。玉は？これデザートイーグルの玉だな。うん。デザートイーグルはボス戦に取ってきます。え？え、何何？え？え？ちょっと、え、なに、ランボーなの、火炎放射器なの、うー、なんかすげえの持ってる、やばいって。よいしょ。うわやべえなこれ、やべえな、やばいです。あ、もうつかめないんだ。オッケー。じゃあこっちで一応正しいってことだな。時間は13分。あー、もうやめたい。やめたい。怖くてやめたい。勘弁してくれよ。やった？うーって言わないの？言ってよ。怖えんだよこっちゃよ。で、何なんだよこれって。もうやばいなこれ、ここちょっと、もうやだな。ホラーゲーしてきたぜ、ちょっと。うわ、街灯はただの街灯かな。そうだね、プロテインだね。あー、やだ、楽しくなってきた。勘弁してくれ。うわ、また読み込んだ。くそ、誰が。あ、もうここでセーブしよう。これ火炎放射器だと思うんだけど、敵のやつが。もちろん、もう一撃だよね。もう即死系の武器だよね。下は？大丈夫か。要塞だな。あ、そっか、発掘場っつってたっけ。なんで発掘場の人がさ、火炎放射器とか持ってんの。こんな極寒ですよ。もうガスとかさ、固まっちゃってんじゃないの。もう液状化です、液状化しないか。おお、寒いのに液状化はしないか。固形化するんじゃないの、そしたらガスが。
ここもちょっと若干暗いですね。で、これがトロッコか。少し前にコメント、トロッコについてのコメントもいただいています。なんか、なんだったかな。何かいる。うおー、なんだっけ、バイオミュータント。あ、違うな。ハイブリッドミュータントだっけ。やべえやべえ。うおー、もうララさんだけが頼りだぜ。頼むぜ。これ僕、やべえ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 。武器ゲーだよ。やべえってやべえって。ちょっともう、なんなんだよ、このゲーム。いや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 、勘弁してくれって。こんなの、誰だよ、こんなゲーム作ったの。ったくよ。まさか俺が、バイオゲーをやるとは思わなかったぜ。あ、なんかスイッチがある。押しておこう。あ、電気ついたのか。なんだ。いや、でもつけない方が良かったよね。つけないでさ、ララさんが構えたのが唯一の救いだってね。姿見えてたら俺ビヤーって言ってるのに決まってるもん。いや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 。嫌ですね。本当に嫌だ。ガラスは割れないか。で、トロッコも、まあ、ちょっと難しいぞと。難しいっていうかなんか、まあ、カヌーほどじゃないけど、まあ、多少なんか頭使うんですよ、みたいな感じでコメントいただいております。はい。まあ、多分死ぬんじゃないかなと思います。はい、あるは。これだってさ、ここのトロッコあるけど、普通に上からトロッコが、カメラワークいい加減にしろ。懐かしいな。アンダーグラウンドでさ、電車が突っ込んできた頃が、本当に懐かしい。いや、あれは心臓に悪かったね。本当に死ぬかと思ったもん。あ、そうか、これなんでトロッコが勝手に動くかと思ったらベルトコンベヤ式になってんのか。なるほどね。よっと。武器どうしよっか。ショットガン。MP かな。まあ、ぼちぼち、ロケットランチャーの出番もありますよって言ってたし、ちょっとね、期待を込めて。あ、これもしかしてバールの出番。バール、あれ？あれ？ちょっと待って、上のアイテム、あ、そうか、さっきのイベントの人に持ってかれちゃったんだ。ちょっと何？この人は本当にもう、ってことは何？バールも持ってかれちゃったってこと？ああ、もうやってらんねえ、こいつ。俺はララさんとはコンビ解消したいぜ。もっと優秀なキャラクターいないの？つかめないか。まったくよ。本当に主人公補正働いてるぜ、ララさん。じゃあどうしましょうかね。トロッコ乗る以外にないのかな。でもトロッコ乗ると、なんかもうちょっと、おい、戻れなさそうな感じがするんでね。一種のアトラクションが始まっちゃう気がするんで。ちょっとまだこの辺をね、探索しておきたい。読み込んだぞ。大丈夫か？暗いの嫌だな。いた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 んだよ。そうか、こいつ殺すと毒を撒き散らすタイプなのか。いや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 、でもこいつ足がないぜ、足。で、よくよく見たら、いつもね、拳銃撃ってくる人と同じ格好してるもんね。ごめんなさい、はい。こんな時痰が絡むんじゃないよ。ちょっと具合別に悪くないんで、もう鼻水も良くなったしな。え、じゃあどうしよっか。一番下からトロッコ乗ってみよっか。セーブしてさ。
で、さっきの人は何だったんだろう。なんかモルモットがどうとかこうとかっつったから、あの人がなんか薬剤とかを入れてとか注入して操ってんのかな。おお、動いた。ララさん、何その動き。面白い。おお、何何、行って、え、ちょっと待って、あ、こっか。え、何、え、何、何、スパナ、何これ、行って。ちょっと待って待って。あー、なるほど、ポイント切り替えね。なるほど、これが、なるほどなるほど、そういうことか。あー、楽しいなー、このゲーム。よし、改めてやっていくぞ。スパナでポイント切り替え、この人アホなんじゃないの、本当に。ララさん、つった考え、何何、ブレーキ、そんなのもついてんの。え、待って、かがむのは何、あ、こう、はい、まずかがむで、かがむかがむかがむで、パンチ。すごい面白いゲームだ。あ、かがんでこうか。よし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 。あ、しまった。ブレーキブレーキブレーキ、怖いからブレーキ。かがむで、かがむかがむ、うん、何、あおり、ああ、そうですか。一応その駅で止まることは、ああなるほど、はい、ありがとうございます。これはじゃあ何、歩いて進めってこと。先には敵来るぞ、気をつけろ。行けそう、下行けそうだよね。でもなんか行って積んだら困るから、やめとくけど。覚えゲーじゃねえかよ、完全に。よ、覚えゲーっていうか、覚えゲープラス条件じゃねえ、なんだっけ、反応速度ゲーだよね。あれは反応速度あんまり良くないんだよね。どちらかというと、あの、運ゲーに任すタイプだから。運でなんとかやってのける男だからな。敵、大丈夫か。運ゲープラス、初見に結構強かったりするんだよね。初見に強いっていうか、初見の時の運はかなり、強い方だと思うんですよ。だから、変にやってのけちゃうと、後々ね、なんでお前さっきできたじゃねえかっていうところで、もうぼっかすかぼっかすか死んでいくことがね、稀によくある。よし、進んでいこう。今回暗いな、また明度上げねえとな。あ、スイッチあるじゃん。昔はこういうのを見逃してたんだろうな。あ、アーク2じゃねえや。トゥームレイダー2の時は。うっ、よし。ふっ、はあ、びっくりした。勝手に閉まんじゃねえよ。だけど、本当に俺の許可なしに閉まるんじゃない。はい。もう一回。あれ？な、逆になっちゃったな。いいのかな？いいのかな？おっと。まあ、いいやん。もう、あえて俺は締め出しを食らってやるぜよ。お前の言う通りにしてやるよ。何分？ 24 分。あ、ぼちぼちだな。敵！気をつけろ。何が出てくるか分かったもんじゃないぜ、このゲーム、本当に。ちょっと緊張しています。どうだ？敵は？出てこないか。いや、待て。上も一応確認しておこう。大丈夫か。うわ、暗っ。おい、どんどん降りてくるじゃねえかよ。くっそー、たしなめてくるぜ、このゲーム。恐怖のどん底へ突き落とす気だな。いいぜ。なんかピカピカった。ピカ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 って。うわ、なに。え、なにこれ。ダメージ食らう系かな。
ちょっと体に悪いな。一応入ってみる。あ、別にダメージを食らうわけじゃないのか。じゃあ突っ込んでみよう。おら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 。どうした？あん？うわっ！やだ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 。ごめんなさい。マジでごめんなさい。冗談じゃねえよ、本当に。メディバックショー。はあ、今日はもう終わりにしよう。26分。もういいよね。もうゴールしてもいいよね、今日は。はあ、もう、MP 終わりかな。ちょっと、もうやだ。怖い。怖えよ、ちょっと。バカじゃねえの、本当に、このゲーム。何考えてんだよ、本当に。もうやだな、これ。あ、はい、すいません。ちょっと。ちょっとね、トラブルがありました。もう、ちょっとさ、リアルでも俺をびっくりさせるのやめてくんねえかな。あー、怖い。あれってか、マップこっちでいいのかな？どうしようかな。ここで終わりにしようか、一旦。もう、ここ、分かれ道があると、ねえ、先にちょっとこっち行ってみようか。ギュッギュッって何？うわ、あ、もうやだ。今日これで終わりにしよう。で、次回ここら辺？あ、この辺か。これ抜け道があるから、こっちをちょっと探索していこう。あ、もうちょっとごめんなさいよ。これもうやだって、もう本当に。あ、やだ。もう次回からさ、嫌になるぜ。じゃあこれで一旦終わりにします。ご視聴ありがとうございました。